はい、ヒカキッズともおりです。ともおりさん、偽千安藤がふざけた動画出してますってことでね、まあ、早速ね、ちょっと見に行ったんですよね。そいつがなんか、ヒカキンさんのダイヤモンドの盾を祝うことができない、みたいなね、ふざけた動画出してたんですけど、いや、まじでふざけてますね。いや、本当に許せないですね。で、ね、1000万人行って、 ねダイヤモンドの盾をもらってね、まあ、それがねいや本当にうんボロクソ言っていてね、まあ、ヒカキッズとしては本当にもうふざけんなって思いましたねでこのねダイヤモンドのね盾いや本当にすごいなって俺は思うし俺ヒカキッズなんでねいや1000万人いってさらにねバカにするなんてね、まあこいつほん 許せないっすねいやマジでうんいやマジニ世安藤もう安藤もあれないけどこの安藤2世いやマジふざけてますねいや本当にうんいや安藤3世か4世か、まあ、どんどんうじゃうじゃ湧いてくるんすけどうんダイヤモンドの盾は本当にねうん俺はすごいなって思うしまあこれにケチつけるやつはねいやーほんまにね 舐めてますよマジでうんあ乾杯ちょっと祝祝,祝杯するかえー、ヒカキンさんねダイヤモンドの盾ねおめですえい,、うんうん、いや水がうまいよ水が天然山富士山よ、うん これ、俺、水、毎日ね、うん、4リットルぐらい飲んでるんですけど、うん。まあ、今日の飯も水なんですけどね。まあ、これで祝ってあげますね。えい、無理です。えい。マジ水おすすねうん。明日も水だけなんですけど、うん。ってことでね、もう、2000安藤か。おい、2000安藤。お前さ、ほんまにさ、安藤アイコンにしてさ、 うん、これきっと安藤の裏かと思うんすけど、安藤一族マジ許せないですね。いや、安藤一族をぶっ壊すってうことで。うん、いや、でもね、うん、いや、マジ安藤一族許せないです、うん。ってことでね、いや本当にダイヤモンドの盾ね、おめでとうございますっていうことで。ヒカキンさんの次は、おそらく俺がもらうと思うんすけど、 うん、ちょっとね、師匠、師匠の後を俺が追いかけてね、一年後ぐらいにはちょっとダイヤモンドの盾てもらおうかなと思ってます。ってことでね。ってことで、偽安藤、ほんまふざけんね。ふざけんね。ぶっ壊すってことで。はい。